さあ始まりました、名取のテレビです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はまとめ会ですね。はい、まあ僕の YouTube はね、なんかこうボードの仕組み解説みたいな感じで、まあちょっと細かいねボードの仕組みをお話ししたりとか、あとは時々いろんなメーカーさんのボードピックアップして、まあこのボードはこういう風に見るといいですよみたいな感じでね、まあちょっと応用編みたいな感じでやってるんですけども、まあそう解説動画だとね、まあ僕もなんとなくまあ10分ぐらいでまとめた方がいいかなと思って、まあちょっとギュギュッとね内容をこうまとめてある感じなんで、まあ時々こうやってちょっとまあ振り返り会というかね、振り返りしながらちょっと深掘りしたりとか、あとはちょっとなんかこう補足したりみたいな感じで放送してますので、なので今回はちょっとそんなの振り返り会という形でね、ちょっと僕がまあ雑談ベースで気ままにお話ししますので、ちょっとテロップとかも入ってないんですけども、まあ聞き流し程度にちょっと聞いて、少し前の動画なんかもね振り返っていただければなと思います。はい、ということで、じゃあ前回の振り返りの次の動画がモスのスノースティックのボード解説ですね。58SW の解説をしたんですけども、まあこれに関してはその前のセットバックとかのね、お話をいろいろしたので、それで一番特徴的なのってどれかなってことで、まあスノースティックから 58SW ピックアップしたんですけども、まあスノースティックに関してはね、まあ U4 に続いて 58SW もちょっと解説させてもらって、やっぱね、もう数字がかなりもうバラバラというか、まあ何を基準にするかってとこなんですけども、まあ普通のね、まあ一般的なよくあるラウンドボードと比べるとかなりねその数字が独特なので、だから僕もなんかこうピックアップするときにこうなんか説明しやすいというかね、なかなか例えばね 58SW とかだとね4センチもセットフロント入ってるボードなんてまあそんなないですからね。だからそういうところもまあちゃんとこうやって数字を見ると乗り方だったりとか特徴とか分かりますよって形 でそれでねスノースティックをちょっといくつか紹介させてもらってるんで、まあ、今後もちょっといろんなモデル、特徴的なモデルをまた紹介していきながら解説僕なりにですけどねさせてもらおうかなと思ってて、だからこの辺の数字の見方が分かると結構いろんなところで応用できるんじゃないかなと思うんですよ。僕も結構やっぱスノースティックはいろいろ細かく 見るんでね、で見てそれでこう特徴があれこれ意外とこれ全然特徴違うじゃんとかね、でこの間の 58SW の時に紹介したのは 58SW と 62SW って結構特徴違うじゃんとかね、あとはピンテールシリーズとかでも58のピンテールと64のピンテールも結構特徴違ったりとかするんで、なのでそういうところまで見ないと、むしろねこういうイメージだと思って買ったのになんか全然イメージと違うみたいなね、なんかそういうことが起こり得るんでね、なのでちょっとこの辺の、まあ、数字を見るっていうのはね、まあ、スノースティックに限らずですけども、まあ、できるようになるといいんじゃないかなと思っていますので、はい、引き続きまた 58SW 以降もいろんなモデルをね今後も紹介していきたいなと思います。はい、まあそんなところでちょっと簡単ですし、あんまりちょっと深掘りになってないかもしれないんですけども、はい、スノースティックに関してはこれからもちょっとね、なのでスノースティックとかももしこれみたいな感じで言っていただければ、はい、って言ってる割にはね、以前から紹介してるボード解説なんかも、このモデルお願いしますとかってコメントいただいてるのに、全然できてないんですけども、はい、必ず何かしらの形で、僕なりに紹介しようかなと思ってますので、はい、今しばらくお待ちください。はい。じゃあ次の動画が、これが節節長と有効エッジっていうテーマでお話しした差を見ましょうねっていうところですね。はい、この設置している部分と有効エッジのピークまでのこの差を見ましょうと、それぞれ単体で見るのもいいんですけども、まあ、差を見るとそのボードの動きっていうのが分かりますよみたいな話をしてて、でこれに関しては、まあ、僕もねこうやってなんだろうボード解説みたいなね、まあ、それこそスノーボードの講習会みたいなのも始めてからもう15年経ってるんでね、でもこれも結構初期の頃からこういこの有効エッジと、まあ、節節長の話とか結構してるんですけども、でもそこからね結構もう今ってキャンバーの形もいろいろだし、もう本当形が変わってきてるので、だ動画の中でも言ったんですけども、もう絶対ではなくなってきてるというか、はい、僕もなんかそれに関してはあんまりここばっかりとかね、ここ注目するのもどうかなと思ってるんだけど、でもまあ、大切なところっちゃ大切なところなんで、まあ、今でもねお話ししてるんですけども、やっぱりそのね離れてるから必ずしもルーズ、ね、近いから必ずしもクイックとかねすぐエッジが噛むみたいな、まあまあそんな感じでもなくなってきてはいますけどね。はい、あとはね前後で違うとかね、まあ、あとはキャンバーの形が違えばまた引っかかり方って変わってきたりとかするんですけども、まあ基本的なところっていう感じで思っていただければいいかなと。はい、でまあ実際そこはね僕も大体いつもチェックするんでね、あこのボードを設置しているところから有効エッジまでどれぐらい離れてるかなね、でそれこそまあさっきの話で言えばスノースティックなんかだと結構ね大きく離れてるとかあるけど、でもやっぱり前後で全然違ったりとかね、あとはやっぱまあキャンバーの形が違ったりとかするとまた感触って変わってくるんですけど、はい、なので、まあ、これに関しては
まあ、絶対そうだってことではないってことだけはちょっと覚えておいていただければいいかなと思います。はい。まあ、でもね、見て、あ、ちょっとこう、間が空いてるなとかね、ちょっと、設置から行く位置が狭いなっていうのを確認しておくっていうのはいいと思います。はい。ということで、こんな感じにしておきましょう。じゃあ、これは。で、次が、こちらがあれですね、ちょっと問題作の、ちょっと物議を醸し出した問題作の、ウエスト幅を気にする前にってことですね。ウエスト幅を気にする前にちょっとこの辺も確認しましょうねっていうことで、僕はちょっと動画で、まあ簡潔に言うと、まあ見てない方もいらっしゃるかもしれないんで、簡潔に言うと、まあ今結構ね、そのウエスト幅がいくつかっていうことを気にされる方が結構増えてるんで、で僕はそれはもう全然問題ないというか、別にいいことだと思うんだけど、まあボードの幅をね、見るのであれば、ウエスト幅だけじゃなくて、ノーズ幅とテール幅も全部合わせてみた方がいいですよっていう、僕はそういうつもりだったんですけども、なんか、ちょっと何人かの方からちょっとお怒りの、お怒ってるかどうかわかんないですけど、ちょっとお怒りのコメントがいただいてまして、で、ちょっと僕もこのコメントの文脈から読み取るに、読み取ると、どうやら僕がワイドボードを否定してるんじゃないかと、っていうのと、ウエスト幅なんか関係ないっていう風に捉えた方が何人かいらっしゃるみたいで、それこそちょっとコメント紹介させてもらうと、例えば足が29あるんですけど、それでもウエスト幅は気にしなくてもいいのでしょうかっていうね、これとかなんかもまさにそうですよね。僕はウエスト幅なんか気にしなくていいと言ってる。まあ確かにね、ちょっと僕の表現の仕方がちょっと極端だったかなとは思いましたけども、あとはまあそんな感じでね、例えばやっぱりウエスト幅は大切だと思いますっていう風にねコメントをいただいてたりとか、あとはこの方とか、そりゃ作り手からしたらウエスト幅は設計する上でただの、経由地点だからみたいな感じでね、もうこれ冒頭からちょっと怒ってますもんねなんかそりゃ作り手からしてみたらさみたいな感じでちょっとお怒りされてるみたいなんですけども、これがね、まあ、それ以外のコメントもいろいろいただいてて、まあね、僕としてはさっき言ったように、ボードの幅を気にするんだったら、ノーズ幅とテール幅から気にしましょうっていう話をしたかったんですよ。まあ、ちょっとね、僕の言い方が極端だったっていうのもあるんですけども、まあ、まず、そのなんか、僕がこのコメントいただいたのはちょっと読んでいく中で、僕がなんかワイドボードを否定してるみたいな、なんかそういうふうに思って、方が結構いらっしゃるみたいなんですけども、僕はワイドボードを否定したことは一度もありませんので、はい、これは強く言っておきますので、僕別にワイドボードだからダメとかね、そんなことは一切言ったことないん で多分ね、ちょっとこれね、なんでこういう風に捉えられたのかなっていう話を、僕のラジオの方でちょっとこの話題をしてたんですよ。あれ、なんで僕がワイドボードをなんか否定してるみたいな風に捉えられちゃったんだろうなっていう風にラジオの方で喋ったら、アドバイスしてくれた方がいて、もしかして名取さんがその動画の冒頭で、僕は細身が好きなんですっていう風なことを言ったんで、それでなんか裏返しで反対になんかワイドボードはなんか良くないみたいな、好きじゃないみたいな風になんか捉えられちゃったんじゃないですかねみたいな感じでアドバイスしてくれた方がいて、あ、確かにもしかしたらそうかもしれないなと思ったんですけども、いかがでしょうか。そうですか僕別にワイドボードがダメなんてことは一切言ったことはないんでね、もちろん太いやつだって今いっぱい出てるしね、そうやってカービングとかで板立てて滑り方だってね、全然否定してるわけじゃないですしね。ただ、今ね、そういう太いのも増えてるし、そうやって立ててね、滑る方が増えてるから、だからこそ余計にその幅っていうのをね、もう少し見方変えると、ボードの特徴がわかると思いますよっていう、まあそういうお話だったんですよね。はい。で、さらに、ウエスト幅気にしなくていい的なことを、僕が言ってると、まあ確かにね、これに関しては、ちょっと言い方が、極端だったかなとは思いました。はい。僕も後から動画を見返して、ちょっと極端だったかなと思ったんですけども、だ僕は気にしてないっていう話ですね。僕はあんまりそこ、だからそこじゃなくって全体をもっと見て方がいいよっていう話だったんで、まあ確かにね、この辺に関してはちょっと僕の言い方が極端だったかなと思いますけども、はい。ちょっといろいろと誤解を招いたみたいで申し訳なかったですね。はい。僕が言いたいのは、幅を見るんだったら、ノーズからテールまで全部見た方がいいですよっていうね、このウエスト幅しかなんか気にしてない方も結構いらっしゃるのね、僕は感じてたんで、実際試乗会なんかでも、いろんな人とこう話してると、まあそれを感じたんで、いや、もし幅を気にするんだったら全体を見た方がいいですよっていう、はい、そういう感じで、今一度ちょっと見ていただければなと思っております。はい。でね、そうですね、だから、そうだな、まあ僕は、まあ僕もね、
別にそんなに足が小さいわけじゃないんですよ。まあ、かといってね、28とか9とかっていうそこまで大きいわけじゃないんだけど、僕は足は、ブーツサイズは27センチ履いてるんでね、別にそんなに足が小さいわけでもないですし、あと、まあ、ちなみに言うと何だったらあれなんですけども、僕、今、ワイドボードを作ろうと思ってるんで、ちょっとまだね、どんな感じのボードにするかっていうのは細かくはちょっとまだ、今これから、ちょうど今年の夏に、設計をして、で、そこから金型を起こして、みたいな感じで、で、来シーズンテストして、みたいな、まあ、そんな感じなんで、まだちょっと実際に出るまで時間かかるんで、ちょっとあんまりね、細かくは言いたくないんですけども、僕もワイドボード作りますんで、はい。全然、否定はしておりませんのでね、はい。なんか、何回も何回も言ってますけども、はい。ちょっと僕はね、びっくりしちゃって、なんかすごい、皆さん怒ってるなと思って、僕はなんでワイドボード否定していることになってるんだろうとね。まあ確かにそのウエスト幅気にしなくていいんですかっていうのは確かにちょっと僕が言い方が極端だったかもしれないなと思ったんですけども、もちろん気にした方がいいと思いますよ、全然。はい。ね、足が大きいとかだったらね、余計にやっぱ太いボードじゃなくてダメだと思うんで、はい。はい。で、繰り返し何度も言いますけど、僕は幅を見るのであれば全体を見た方がそのボードのね、動きだったりとか特徴っていうのがよりわかると思いますのでっていうことですね。はい。まあ僕はね、まあ、こうやってさ、まあ、YouTube でね、今こうやってボード解説みたいな、まあ、細かくいろいろ話してるっていうのは、まあ、全体を見てほしいなとかね。やっぱり、まあ、もうね、古い話で言えば、例えば、ね、もう身長マイナス何センチでボード選べば OK みたいなね、もうそれもだいぶ古い話ですけども、まあ、その頃とかからもね、僕はずっと見てきてるんで、やっぱりそれだけじゃないじゃないですか。ね、だったら、例えば、ちょっと前動画に上げた設置もちゃんと見た方がいいですよとかね。で、サイドカーブは、サイドカーブだけじゃなくて、サイドオールスラントとか見た方が、ボードの曲がり方、わかりますよって感じで、僕はそのボードのね、なんか仕組みをこう、なるべくね、僕はまあ知ってる限りのことはね、なるべく皆さんにお伝えして、で、まあそうだな、自己紹介動画で書いたんですけども、まあ僕はそういうのが知れたことによって、よりスノーボードが楽しくなったし、で、自分でもまあ滑りが良くなったなっていう感覚があったから、だからちょっとね、こういう細かいね、お話ではありますけども、まあ皆さんに少しでもなんか知ってもらえたらいいなと思って発信してるんで、何がいいとか何が悪いっていう話は僕は一切するつもりはないので、まあもちろんね、僕の中で好みはありますよ。僕はこういうの好きとかありますけど、別に何がいいとか何が悪いとかって話じゃなくて、こういう風な見方もありますよって形ですので、はい。すいません、なんか随分言い訳がましい、そうなってしまいましたが、はい。まあそんな感じでね、ちょっと引き続き見ていただければなと、はい、思っております。はい。まあ、いくつかね、ちょっと擁護していただいたコメントなんかも入れていただいてありがとうございます。はい。まあ、そんな感じで、まあ、ウエスト幅についての、まあ、動画に関しては、はい、そういった形でまた見ていっていただければなと思ってます。はい。ということで、じゃあ、今回、まあ、3つの動画をね、振り返って、まあ、これからもちょっといろいろと、まだまだ、お話ししたいなと思ってることありますので、はい。まあ、こんなね、これから夏に向けて暑い時期ですけど、でもね、結構こんな時期でもたくさんの方に見ていただいてるみたいで、ね、はい、ありがたいです。はい。まあ来シーズンに向けて、なんか今からなんかいろいろこうやって準備しておいていただけたらいいなと思ってますので。はい。じゃあ引き続きよろしくお願いします。じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。それでは最後までありがとうございました。